どうも、マジです。こんにちは、僕です。はい、始まりました。今日はですね、立川にやってまいりました。はい、初立川ですね。ですね。僕は立川にすごい何回か来たことあるんですか？あ、ありますよ。てか僕働いてましたから、立川で。おお、はい、ハンバーガー屋さんがあるんですけど、うん、そこでバイトしてましたね。そうね。はい、僕は立川1回だけ飲みに来たことある、はい、だけかな。服を見たりとかは一切なくて、うん、ほんまに飲みに来るだけは来たことあるんですけど、うん、今回はね、トレファクとセカスト巡っていこうかな、うん、と思っておりまして。そうですね。都内結構回っとるけど、立川は一応都内になるんか。立川市。失礼いたしました。東京のセカスト全部巡れてないんで、うん、巡れてない立川に来たんですけど、うん、僕が立川割とトレファクとかに結構いいのがあるって言ってて。そうなんですよ、うん、ここのトレファクがねすごい大きくて、うんうん、なんか結構古着の取り扱いも強化してるんかな。セカストもね割といいイメージがあって。ああそうなんだ。そう、あとねブックオフもあるんですよ。ああね。そう、そこのブックオフも結構掘り出しがあるんで、うん、結構立川は暑いんですよね。え、めっちゃいいやん。そう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 、楽しみやな。うん、まあ、今はねオープン前の時間に来てるんで、うん、まあ、ちょっと待ってから入る感じにはなりますが、うん、全部回れそうやな、ワンちゃん。回れると思います。時間的に額欲しいものあります？ガラパンが欲しいですね。ああ、レザーのパンツも欲しいかな。ああ言っとったね、うん、僕はちょっと茶色い革靴が欲しいです。ブラウンの、うん、茶色い帽子が欲しいです。なんでそんなブラウンがいいんですか？なんか黒が多いんでちょっと茶色欲しいな。うん、まあ、春先になってくるんで黒だとなんか重たすぎるんで、うん、でもちょっと色を抑えたいって時に、うん、茶色のなんか小物が欲しいな。なるほど。って感じですね。まあなんかいいのがあれば、うん、ディグっていきたいと思います。はい、うん、じゃあ行きますか。はい、マーシーチャンネル。茶色めっちゃ軽いな。朝起きて、うん、早かったんで、もうセットしてないですけど、うん、でもそんな傷んどらんの？全く、なんなら逆にサラサラになりました。うまかったんでしょうね、多分美容師さんが。誰？美容師。ぜひちょっとインスタ載せてるんで。フルな、ガク、シンゴのこと。あの時やって、ありがとうございます、シンゴくんって言ったけど。なんでダサい茶色にしたかったん？まあ、特に理由はないですけど、うん、ちょっとなんか90年代っぽいかなと思って。ああ、まあ、髪の色をちょっと変えたくて、気分で。ああ、そうなんや、はい、なんかおもろいこと言ってや。やば。はい、ということで立川のトレファク行ってまいりました。どうでした？やっぱ良かったですね。うん、広い。ああね、うん、あれ館の中に入っとるんやな。ブランドめっちゃ多かったね。そうですね、ブランドも結構ここは強いイメージがあります、うん、結構ええ値段ついてました、うん、なんか額は気になるやつありました？はい。去年かな、それこそずっと探してた、うん、ドイツのフライトのあのレザーのやつ。あーね、があったのと、うん、なんか色キモかったんですよ。ほう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 、なじゃないなって、うんうん、まあ、1枚で今着てもすごいかっこいいんでしょうけど、オークリーのサングラスがありました。あ、そうなんや。しかも形も良くて、なんかオークリーのやつって大体結構そのトレファクとかにあるのスポーツ、そうやね、のやつが多いんですけど、うん、あれは割となんかファッション性のある。しかも値段が4000円とか。そうなんや。一回俺もつけたんですけど、うん、あんまりしっくりこなかったんで。あ、ちょっとちゃうかったんや。けどあれはね、探してる人も多いはずです。うん、1個あったんですけど、写真は撮れてないんですけど、ラルフローレンのデニムジャケット、うん、あったんですけど、うん、多分あれはポロカントリーとかやとは思うんですけど、あのコーデュロイのやつですか？あ、そう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 、うん、セカンドタイプのディティールのね、うん、アイテムあったんですけど、あそこら辺ちょっと無難に欲しいな、うん、色が濃かったらより良かったかなと思います、うん、ちょっと薄かったんで、うん、ラルフはやっぱちょっとこういう方が個人的には推しかなと思います。ということでね、はい、立川はあとセカンドストリートもあるんで、うん、ストー行きますか？行きましょう。うん、ちょっと楽しみです。うん、トレファクでは何も買えなかったんですけど、うん、セカスト行って何かいいのあれば、はい、買っていきたいと思います。はい、はい、ということで立川のセカンドストリート行ってまいりました。すごい良かったですね、うん、入っていきなりねリバースがめちゃくちゃあったんですけれども、うん、その中でも僕が気になったのが刺繍タグの 90s のメイドイン USA のリバースウィーブがあったんですけど、ハ、うん、バードのラバープリントされてるセットがあったんですけど、税込み1万400円ぐらい、うん、
めちゃくちゃ安いなと、ね、安いです、うん、あれが染み込みだったら欲しかったですね。刺繍タグだったらラバーがやっぱ多いんかな、うん、リバースのねフーディーでも1万9000円ぐらいで、他のセカストとかだったら3万ぐらいつけとるリコとかのアイテムもありました、うん、ラルフローレンも割とあって、確かに、なんかラルフローレンの星条旗のノルディックのちょっと僕は初めて見たんですけど、コロスポ、コロスポかなのアイテムがあったんですけど、そこら辺もなんか1万円ぐらいで、うん、販売されてました、うん、一時欲しかったねラルフローレンのボストンバッグもありました、うん、ありました ね、 それも8000円ぐらい、うん、であってサイズが小中大みたいな感じで揃ってんな、ね、売れてないんやろうなって感じでしたけど、めちゃくちゃ僕好きでしたね、うん、そうですね、うん、一個なんか迷うんがあって、ワンスターの、日本製のレザーのスニーカー買ったんですけど ね、俺めっちゃ迷っとったよね、迷ってましたね、サイズが合えばって感じだったんですけど、 2,3 歩歩いたらもう小指が痛いっていう感覚になるなと思ってやめました。僕はなんか気になるのありました。ナイキのフーディー、ジップアップのフーディーがあって、ナインティーズの、ほう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 、あれとなんか写真撮ったんですよね、忘れたな、載せといてください。 OK です。が気になったんや、うん、なるほど。けどやっぱ良かったですね、うん、僕ら互いに今回セカストで買いませんでしたということで、このままじゃ安定で帰れないよっていうことで、はい、額がね、立川といえばブックオフが熱いよっていうことを言ってくれてたんで、うん、ブックオフに行きたいと思います、はい、マーシーチャンネル、はい、ということで無事帰宅しました。ブックオフの方で僕が1点購入しました。まあパンツを買ったんですけれども、うん、まあそのパンツを紹介する前に他になんかいい商品あったってなった時に、僕もう一個気になるのがございまして、靴気になるんがあって、バンズ、うちの店にもあるあのスタイル36、うん、バンズ、うん、あるやんか、スニーカーが800円で売られてました。マジで破格すぎる。専門学生時代の時にあのビッグバンの G ドラゴンが入って、で日本ではまだ販売されてなかったんですよ当時、で僕はその時に買って確か1万ちょいぐらいで買ったんですね、うん、まさかのブックオフに800円で売られてて、ちょっとショックでしたね。確かにそんな安いんや、うん、ぜひバンズ好きな方800円で売られてました。ちなみに僕と同じカラーのバンズは1200円で売られてました。安、うん、2つあった。全体的に安かったっすよね。安かった、うん、なんか元が安いのにさ、セールかかってて 50% 間違いないな。なんか1200円のやつが600円になってたかなって思いましたね。うん、僕はなんか気になるのあった？僕は一個ね、生チェコっていうブランドのニットがあるんですけど、うん、ほうほうほう、結構それね、確かプレゼンついてたはず、人気の商品で、うん、それが4万、5万弱やったかな？ 4 万4000ぐらいやったかな、うん、売られてて、でそこからさらに多分 10% オフかかるから4万ぐらいで買えるのが、ね、破格ですね。あ、そうなんや。4万であのニット買えるんやったら、全然多分お金出す人多いと思う。俺もお金あったら欲しい。あ、そうなんや。なんでこれがブックオフにあるんやって感じの商品が、なんか上にかかってあったんですけど、うん。まあ、そのなんかそれだけが唯一ね、輝いてみました。おい、そうなんや。じゃあ僕の買った商品紹介していきたいと思います。はい。こちらの、コーデュロイのパンツを購入しました。ずっとコーデュロイ欲しいって言って、うん。やっと見つけたんですよ。ね。ブラック。ブランドは問わなかったんですけど、うん、こう、渡りがあってストレートにストーンと落ちるのがめちゃくちゃ欲しくて、うん、でこいつもうマイサイで、ウエスト34。ほんまに太すぎず細すぎずで、テーパードも全くかかっとらん、ストレートにストーンと落ちるディティールなんですけど、気になるブランドが、アルマーニエクスチェンジでございますね。僕はアルマーニのアイテムや、高校生ぶりかも。気になる金額の方が、4900円で購入しました。まあまあ安いんじゃないですか。うん。つける古着屋さんだったら、やっぱいいブランドではあるので、安いから買うっていうよりかサイズで購入したんですけど、とか言いながら試着は一回もしないんですけど、まあまあ、ハマるっしょ、みたいな。サイズ良さそうですね。うん、パンツを購入することができました。まあ初のね、立川に行ってみましたが、トレファクも良かったし、セカストも良かったし、クオフも良かったし、立川の雰囲気めっちゃ良かったし。いいですよね、立川。うん。ドンキホーテもあったし、スシローもあったし、イケアもあります。イケアもあるし、立川に行ってください、皆さん。はい。俺らは遠いからあんまり行く機会がないですけど、また時間をかけて、そうですね。迎えたらなと思っております。ちょっとでもこの動画がええなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントの方、よろしくお願いいたします。お願いします。
まあ、またね、YouTube、この後に投稿するときにこいつを履いてると思うんで、あ、コーデュロイこんぐらいのサイズやったんや、と思って見てみてください。今日は、ちょっと。めんどくさいだけでしょ、たぶん。うん。じゃあ履くか。じゃあ履きますね。はい。ということで、履いてみました。うん。マイサイですね。まあまあまあ、そうですね。レンズスもジャストやし。うんもう渡りがめちゃくちゃいいな。うん。若干ちょっとレングス短いけど、まあ腰で履いてね。うん。ちょっと緩く履こうかな。皆さん試着はしてください。大事ですね。僕大体ウォレットチェーンとか、うん、財布入れて、うん、履くと大体下がってくるんですよ。うんうんうん、でもかかと踏んじゃうんで、うん、多分これにウォレットチェーンとかつけたらちょうどいいサイズになるんかなと思います。うん。ご視聴ありがとうございました。ベース、インスタグラムチェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。 See you!